食べてたっていうのも一つありましたし、あとは平成12年にやっぱりその岩手県の食の匠の人たちが自分たちの土地の自分たちの料理をこうみんなでこう作って、これがうちの料理ってこう食べさせてくれるみたいなイベントがあって、その時のこう楽しさとか熱気とか、その人が持ってるすごい雰囲気とか、それがすっごいなと思って、まあサッカーの澤穂希さんに会ってしまったみたいな岩手県にそういう人たちがこんなにいっぱいいるんだと思って、なんかそこにこうググって惹かれてって、ああそういう風に自分もなりたいって思って今に至るみたいな感じですよね。で一緒にこう料理作ったり話を聞いてるうちに、その自分たちのこう 住んでるところとか続けてきた暮らしの中からこう出てくるものっていうのをこうみんなこうしっかり心の中に持ってて、それを伝えるっていうのが郷土料理に現れるんだなと思ったんでね、なんかこうちょうど大先輩の人と若い年代の人の中間のこうつなぐ人かな、という感じで、はい、出来上がって食べた時のね美味しいっていう声とか、それをうちで作ってみたよって言われるのがやっぱり一番嬉しいですよね。そうやってこう覚えただけじゃなくって、うちでも作ってみて、ここの土地で採れたものをみんなが美味しいねって食べるのが当たり前になっていくのがすごく嬉しいし、こう願いですね。なんかこう食べるっていうことがこう食べる人も物を作る人もいろんな人のこう元気につながるようにずっとね続いていくといいなと思います。はい、漬物一緒に漬けてみるとか、さっき言ったみたいな共同食を一緒にこう作ってみる体験をするとか、あとちょっと今山菜がいろいろこう県内の方は取った後にね測っていろんな数値が出てきたりして、山菜採りとかそういう部分は今ちょっと慎重になってる部分もあるんですけども、それがこう大丈夫という風になれば、山菜採ったりとかそれをこう加工したりとかっていうのも一緒にできたらいいなと思います。米食ってほしいっていうか、やっぱりそのねご飯を米をご飯で食べるっていうのがすごいシンプルだけど大事なことで、みんながご飯が美味しいねって思って食べるようになると、もっともっとこう元気でいられるし、いろんなものがこう回り始めるんじゃないかなと思って、米食えですね米食ってくれ、はい、停電ぐらいであとは大丈夫でしたね、はい、結構みんなでこう団子汁作って持ってったり、バッケ掘ってもらったりっていうか、そういうなんかやったり取ったりして助け合いながら数日間暮らしてましたね。測ってみても不検出っていうか値は低かったんですけども、奥州市っていうこう市で見るとやっぱりこう値が高い地域もあって、市としてはダメよみたいな状況なので、そのところところで違うので測りながら大丈夫を確かめていくっていうかね、そんな感じで。椎茸作ってる人いっぱいいるので、なんか何年もかけてね大事にこう育ってる場所を育ってる技術をこう培ってきたのにダメっていう風になって、本当に産業がなくなってしまうっていうかね、こう大変な思いをしてる人がいっぱいいるので、やっぱりなんかできることで守っていくっていうかね、その食べることにしても買うことにしても暮らすことにしても、自分たちができることってまだまだちっちゃなことでできることがあるような気がするので、それをやりながらいらないものはいらないって言っていくとかね、なくていいよって言っていくっていうか、そういうふうにこう帰って逆に若い人と一緒に行けるんじゃないかなって気がしてるんですけど、ね、守るものはこの手で守らないとというか、本当に大事なものとなくてもいいんじゃないっていうものがこうはっきりしてきたっていうか、でそういうものっていうのは前から大事に思ってたものとまるっきり同じだったっていう、だから岩手にはなんかそれをこう体でそうだよねって思えるものがいっぱいあるんじゃないかなと思います。健康でいられるために
生産する人は支えるし、それを買って食べる人はその作る人を支えてちょうだいっていうかね。だからその関係がしっかりこうつながってくるきっかけにやっぱり震災はなってくるといいなというか、なってほしいなと、なるように私たちがこう動かなきゃなと思ってますね。資産じゃないけど元気勇気気合って、その木の真ん中には米っていう字が入ってる。だから日本人の基本は米で、地震があった後にその岩手の人は米食べてるから乗り越えられるよって言われた。パンじゃなくて米だよって。誰に言われたの？若杉智子さんっていうね、京都の野草料理研究家の元気なばあちゃん、それは絶対あると思う。やっぱり岩手は米、手間暇時間かかるけど本当にこう安心なものというのをこう、なんか不便だったからこそこう岩手はまだ守ってたったり作っていけたりするっていうか、あとはそれをみんなでそうだよねこれが良かったよねつって、やっぱ買って支えるとか食べて支えるとか、やっぱ支える側の人がいないとそのいいものが続かなくなるんで、なんかそこをこう自分をつないでいけたらいいかなっていうのはもう一つ願いですよね。ああそうですね、